平成28年8月29日、水色の雨などで知られる歌手の矢上純子さんが阿蘇市を訪れ、市役所職員や仮設住宅に住んでいる市民を激励し、また阿蘇神社では復興ライブを行い、多くの観客がその歌声に勇気づけられました。この日、まず阿蘇市役所を訪れ、佐藤義興阿蘇市長を表敬訪問した矢上さんは、市役所ロビーで市職員に励ましのメッセージを送り、アカペラで歌を披露しました。次に内の牧の阿蘇体育館横の仮設住宅に向かい、現在仮設住宅で暮らす市民らを励まし、短い時間ながらも矢上さんからの温かいメッセージと歌声に被災した人たちは感激した様子でした。続いて昼前から行われた阿蘇神社の復興ライブでは、まず仮の拝殿で熊本地震からの復興を祈願し、その後倒壊した拝殿に東日本大震災後被災地を励ますために作った翼という歌を奉納、そして水色の雨などおなじみのナンバーを熱唱し、集まった多くの観客を魅了しました。矢上さんは現在アメリカ在住で、10年ほど前から日本でも本格的に音楽活動を再開。また東日本大震災後、東北への復興支援を目的にチャリティーライブなどを精力的に行っています。今回の阿蘇市訪問は、今年1月に小国町で行われた東日本大震災九州北部豪雨へのチャリティーコンサートがきっかけとなり、矢上さんの希望で阿蘇市の人たちを励ましたいと実現したものです。いいことを一生懸命している人でも大変な目に遭ってしまうことがあるんです。なので、やはり大丈夫な私たちが大丈夫じゃない皆さんをできるだけ心地よくこの大変な時を乗り越えられるように協力したいなっていう気持ち、それからあとは今あるこの悲しみとか怒りだとか、そういうものをどんどん変わっていくと思います。このままの状態をキープしようと思っても、それは絶対人間ってできないと思いますので、今辛くても明日は違うかもしれない、明後日は違うだろう、そんな気持ちで今日乗り切ってください。また矢上さんは復興ライブ前に、アメリカで行った熊本地震へのチャリティー活動で得た義援金を阿蘇神社に寄付し、今後も様々な形で熊本地震への復興を応援したいと語っていました。